こんにちは。中学3年、山本かなむです。エピポーラ幾何で計測した高度の正確性について発表します。背景、昨年のスペースバルーンプロジェクトで、宇宙や高層の上空で GPS やセンサーなどで高度を出すことができない場合、どのようにすれば簡単に高度が測れるか疑問に思い、画像解析であるエピポーラ幾何に着目しました。エピポーラ幾何とは、ステレオカメラでの距離測定法の一つで、左右のカメラで撮影した画像の示唆から三角測量法を用いて位置を測定する方法です。分析方法。まず左右のカメラ動画の時刻を揃え、マトラボのカメラキャリブレーターアプリでパラメータを算出しました。距離算出方法は、カメラから全特徴点までの距離を計算し、高度精査で取得したデータと最も近い値を選抜し、距離を出すプログラムとしました。最後にそれぞれの高度の誤差を出しました。分析結果。右のグラフは高度センサーと分析した高度を比較したグラフです。打ち上げ開始から1620メートルまでは高度データに沿った検事線で推移していますが、徐々に推移が悪くなっていき、8600メートル以降、一直線にグラフが停滞しています。次に左のグラフは高度センサーと分析した高度の誤差についてのグラフです。8600メートル以降、急激に誤差が大きくなっていることがわかります。つまり、今回の打ち上げ時の条件では、エピポーラ幾何の計測限界が8600メートルということがわかります。考察。今回使用したカメラのスペックと動画の解像度から最小示唆を求め、測定可能距離を計算すると、理論値が1650メートルであることがわかり、今回のマトラボで分析した高度の上限が、測定可能距離の理論値を大幅に上回っていることが分かりました。また、高度データとの平均誤差を算出してみても、おおよそ妥当な結果になっていることが分かります。結論、今回打ち上げたカメラの条件下では、エピポーラ幾何を用いた高度の算出は、他の計測法に比べて正確性が低いことが言えます。ただし、カメラの条件を見直せば、正確に高度が測れる上限が上がると言えます。展望。今回の分析では GPS やセンサー類が使えない宇宙での環境では他のものに比べると正確性はないものの、カメラ間距離や解像度を変えれば他の宇宙でも実用性のあるものになるかもしれないと思いました。また、水中などにも活用できるかについて実験したみたいです。参考文献は以下の通りです。詳しくは僕のポスターをご覧ください。ご清聴ありがとうございました。